こんにちは、ちわです。今回は日々旅ズのお正月という Vlog です。まずは大晦日の日、弟夫婦が友達とテニスをしているとのことで、妹と甥っ子の子守という名目で近くの海に来ました。とってものどかです。海に来たら私は砂浜をチェックします。それぞれの海の特徴があって面白いですよ。一本道に登って歩いてみました。高所恐怖症の私はブルブルしながら撮影しました。エメラルドグリーンがとっても綺麗です。地元なのにあまりこの海には来たことがなかったので、こんなに整った海だったのかと驚きました。気になる洞窟があったので入ってみます。なるほどでした。しばらく歩き回って帰りました。そして大晦日の夜、母手製の手打ちそばをと思ったんですけど、写真も動画も撮ってない、やらかしました。まあ人がたくさんいると忘れますよね。紅白歌合戦をなんとなく見て早めに就寝しました。そして1日の朝、我が家のおせちも母手製です。今年はうさぎ年ということで、うさぎりんごを作ってみたみたいです。目はごま、かわいい。そしてお雑煮、だしがしみるやつです。おごちそうをたくさん食べ、次は大ちゃんの実家へ。その前に私の好きな神社へ行きました。初詣です。いつもは混んでないんですけど、さすがお正月ということで混んでてびっくりしました。この神社は海の近くなので、海岸を通って行きます。着きました。今時の清め法ですね。わー、すごい並んでます。待ってる時間は景色を楽しみます。サンセットの時間ですね。まだかな。はい、無事参ることができました。おみくじも引きました。どちらも末吉でした。まずまず。おみくじも結んで、次は近くの竜宮という場所に行ってみます。宇都神社と書いてありますが、日南にある宇都神宮とは別みたいです。ちょっと調べたんですけど、よく分からずでした。誰か知ってる人教えてください。さて登っていきます。亀岩と思って見てみたら、いました。亀です。
入り口に着きました。次は下るようなんですけど、なかなか急で一人しか通れないぐらいの細い道でした。すごい、これは細っ。うおすごっ。こんな感じなんだ。え、離合したら譲り合っていきましょう。すごくないですか、この崖。奥に入れるみたいなので入っていきます。スカートで来てしまったので足がめちゃくちゃ遅かったです。一番奥の祠に着きました。振り返ると登り龍が見えます。龍神様にお参りをして戻ります。明るいところに出てきました。すごい、改めてすごい場所ですね。そして海があります。波の音は無条件で癒されますね。さて、来た道を登って帰ります。まさかこんな山登りをするとは。よいしょ、今度からパンツできます。よいしょ。登るのが大変で息切れ必須でした。空が綺麗ですね。暗くなる前に参れてよかったです。お腹が減ったので腹ごしらえをします。これがもちもちポテト、これはたこ焼き、1日はこれでおしまいです。2日の朝、大ちゃんの実家へ行きました。こりゃまた豪華なおせち料理が出てきました。めっちゃ食べた。そして高橋稲荷神社へ行きました。ここも人でにぎわっています。狐のおみくじ、
結んでも可愛い。はい、以上で2023年のお正月 Vlog でした。最後まで見てくれてありがとうございました。では次の動画でバイバーイ。